堆積物とは、礫や砂、泥などの岩石片や鉱物、生物以外、火山噴出物、水中の溶解物などが、水中内し大気中の特定の場所に積み重なったもの。一般に、岩石化していないルーズな状態の土砂である。堆積物が、属性作用によって固結した岩石を堆積岩という。堆積物は、地表の大気圏、水圏、岩石圏、 生物圏が密接に関連する環境のもとで、太陽光や重力等の影響を受けて発生する、物理学的、科学的、生物学的な作用を通じて形成され、その変化過程を解析することで様々な基礎的な地質情報を得ることができる。未個結の堆積物とそれらが固結した堆積岩の総称としても用いられる。堆積物には次のようなものがある。 急傾斜地などから剥離した岩節類が下部斜面に堆積してできた地形を外水といい、一般に半円水上を停止する洗浄地などを形成する。その形成された地形の構成物が外水堆積物である。類似した地形や構成物を含めて外水性堆積物といい、それらは不均質かつ未固結など海類から構成され、ルーズな状態であるため透水性に富み、 斜面はしばしば土砂災害の原因となる。堆積した総圧などの素因の状況によっては、中水が形成されたり基盤との相境界に地下水が流れる不安定な斜面を形成し、その移動形態に特徴が現れる。これら外水性堆積物を含めて現地で生成された堆積物を一時堆積物と呼び、 それ以外の移動あるいは活動などによる堆積物を二次堆積物と呼び不安定度合いが分類される。ありがとうございます。